お疲れ様です。ラップです。ということで今日もね、クラッシュライブやっていきたいと思います。ということで今日ゲストお招きしております。よいしょ、滑舌失礼します。コッカーゲフ。はい、というわけで、まあ、コタですね、今ね韓国にまた戻ってきて、はいはい、多分日本より多分圧倒的この1年ね韓国いる方が多いんですけどまあ、ね、というわけでまた韓国に帰ってきました。まあ、リーグがねあるんで、試合がねもう明日に多分あると思うんでね。はい、はい、というわけで今日はですね、こちらね、枯渇、まあ、呪文枯渇デッキですね、はいはいはい、を使っていこうと思うんですけど、もうすぐね、7000到達ってわけで、今ねグローバル80、多分6962行った時はグロ30ぐらい行ったんですけど、はい、こちらのデッキでね、今日はねやっていきたいと思います。3連勝でワンチャン、でも3連勝じゃ無理かな。まあ、運が良ければ3勝でいきますね。まあ、悪ければ4勝。とてつも悪、とてもとても悪ければ5勝。なるほど。なるほどね。まあさすがにないですけど。5勝だけ毎回20もいけば。さすがにないですけどね。5勝ってなるよ。連勝じゃ済むのか。このデッキはね、結構僕的にすごいおすすめなんですけど、まあ、おすすめの理由がと、はい、理由としてはですね、はい、まあ結構なんか存在するテンプレデッキ、例えば 2.6 ホグであったり、はいはいはい、あと29クロスであったり、はい、まあ、まあそういったものにその結構有名どころのねテンプレに対してまあ強いっていうのがね、結構このデッキの強み、そう強みだと思ってますね。で、まあ、このデッキマスキ、あ、マメマメ、これ中国のプロ選手の、ゴレ使いの方ですね。世界でも結構トップレベルのゴレ使いの方ですね。はい、まあでも僕の方がうまいんでね、勝ちたいなと思います。おい、切っとるって何やっけはい、というわけで、そうですね、このデッキマスケットが呪文カーツに入ってるのがすごい、まあ珍しいところであるんですけど、まあシンプルにね、そのやっぱマスケの処理にはやっぱファイボザップとかポイズンとか使わないといけないんですけど、はいはい、ファイボウッド、ファイボザップまで打っちゃうと逆にコウモリとかね生きちゃうとか、プリンセスも生きちゃうんで、まあ無限ループしますね。バレルにスキャミとバレルも入ってるんですけど、このデッキバレルにウッド打たしたらスキャミで今度何でも防衛できちゃうみたいな、何かしら生きてくるっていう、そう何かしら生きてくるんで、そこをうまく回していくと、最強です。なるほどね、気持ちはね、気持ち変えてあげて、はい、はい、というわけで、ああゴレですね、やっぱりゴレですね。一回後ろから様子見つつで、トリトンでゴレを緊急起動してしまえば後半すごい楽に立ち回れますね。オッケー、お、トリトン来た、トリトンロイだ、トリトンだ、これ多分ね、ワンチャンロイジャイか、ない、ワンチャンロイジャイ、もうゴレだと思って立ち回ってるんですけど、ライトニング来るかな、お、あ、でもこれ、入ってる、入ってる、お、入ってる、おいし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 、これちなみに、キゼさん狙ってました。これか、でも、半分くらい持ってくじゃん、こいつ、おいしおいしおいし、はい、こういうことですね。なるほどね、今ね、もう分かってかも、あ、これライト打ったんで、いや、これロイ出したら多分無視されるんで、うん、ロイは出さずに、まあ、逆サイ軽く攻めて、おー、無視しますね、やりますね、マメ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 みたいな、マメマメでいいんじゃない、マメマメマメ、これはトリトンでキング起動するんで、はい、まあ、スキャミかなんかでこの辺防止したいですね。結構ガクプリッケかスキャミ秒で殺さない、うん、秒で殺されちゃったんだよね。うわ、うまい、トレネで、トレネで今トリトン、僕のトリトンが引っ張られましたね。トリトンってさ、カーゲットコッケからがか、そうだから、そう、先読みで、トレネで内側にさせられましたね。危な、逃げからがったら間に合わないもんね。今の鬼うまかったですね。あ、待って、今コウモリが残る読みでロイ出したんですけど何も残りませんでしたね。まあでもこれぐらいならこれ相手呪文なんのに、あー持ってるのね。でもプリンが、このちょっとプリン残したいんで攻めます。で、おー、これ攻めて、オッケーオッケー、これデビがなんかトリトンで、あー、まあ、まあまあ1個落ちたんで、ね、1個落ちたんで、ね、守れない、お、守れない、これね守りたいですね、僕としては守りたいです。か、時間がもうあれじゃん、なるほど、時間がないんだ。お、あ、いや、やばい、ああ、やばい、やめて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 、ボン、やめてー、耐えた、おお、ぶな、相手もね、やりかげんしかなかった感じやった。そうですね、気合でね、気合で勝ちの37もらうっていう感じです。37、じゃあもう2勝、はい、あと2勝ですね。ちゃちゃっとね、やっていきたいと思います。まあ、今みたいな感じで、まあ、ゴレとかジャイとか、まあ、ゴブジャイとか、はいはいはい、まあ、そういう陸系ですね、に対しては、しっかりホグとかラムもですね、しっかり、
あの初っ端のね、初っ端の相手の攻撃を、攻撃をあのキング起動、なるほど、トリトンでキング起動するのがもう絶対です、あの絶対です、絶対、はい、まあ今回はいいかなとか甘えるとあの終わります、あの、ね、ちょっとダメージ受けてもいいんで、その初めキング起動すると後からねすごい楽になってくるんで、絶対初っ端に、まあ、ジャイ、ゴレ、ロイジ、まあ、ロイジは無理だな、ジャイ、ゴレとか、まあ、リクギア全てトリトンでキング起動して、後衛はね、まあ、スケアミプラスマスケットだったり、さっきみたいに端っこにプリンセスと端っこにマスケみたいな感じで出してあげると、いい感じに守れますね。で、まあベビドラとかはちょっと厄介なんですけど、はい、そういうのは焦らずにベビドラがタワー殴ってからベビドラの後ろにコウモリを出してあげて、はい、まあ、ダメージ受けるんですけど、そのタワーは落とされないよね、しっかり守るっていうのが大事になりますね。つまりトリトンが強いということで、はい、はい、僕トリトン信者です、これマジ。もういつも言ってます、トリトンがいないと守れないって。そう、あのトリトンをもう使いすぎてトリトンいないと、なんかあれこれどうやって守るんだみたいな守れないんですよね、トリトンいないと。マッチングがちょっとね、あ、ここ来たい、おやすよろしく。これはね、あのこの人は26かファルチェバルーンとかそういう細かいのが上手な方ですね。公開権、まあファルチェバルーンか 2.6 ホグでしょうって感じですね。でバルーンだったら、まあ、うん、コウモリ、プリン、うん、テスラクロス、何公開権が何でも使えるという、公開権なんだろう、何でも使える民ですね。はい、まあ、後ろからねまずは出していって、クロスだったらすぐロイジャイ出してあげて壊したいですね。で防衛クロスからされると厄介なんで、これもうメガナイト、あでもこれウッド咲いたんでメガナイトやって、アイゴロも咲いてるんで、まあ、アイスピで多分綺麗に処理されますね。おこれでも今あっちに行ったんで、ここでもう攻めちゃいますね。これが相手はアーチャーコーンを打っとくしかいないという、まあ、ウッド裂いたらバレル飛ばしてあげて、なるほどね。あでもこれアーチャーで美味しく処理されるのはちょっと辛いですかね。思った以上に追い台が早く死んじゃったという、うん、そうですね、いい解説ですね、コト選手、ありがとうございます。あでこのプリンセス多分いらないですね、これあの6個もしかしたら、あと今アドトントンだったと思うんで、はいはいはい、これ6個スクロスチャキられた時に結構苦しいっていう。あでもでも、まあ、ロイジャイもないし、メガガイトもないし、うん、ちょっとこれはちょっと、まあ、相手はガチガチからね、プリンセスを変えれないんで、うん、もう一枚、そうですね、もう一枚出てきますね。これはじゃあキャッチ、そうですね、トリトンで受けつつ、で防衛クロスされた時はあの普通にね、もう後ろからトリトンとかマスケとか咲いて、それの前に、まあ、これ残ってるんで、こういう前に端前メガナイトとかして、あのこの防衛クロスね壊しに行きますね。相手がないからさ、この時が毎回メガナイトを受け継がそうだよね。そう回したのか、今回しましたね。でもここで引っ張ったことによってこのコウモリがちょっと生きてくるって感じですねまあこの防衛クロスさえ壊してしまえば大丈夫ですね、相手の攻めには繋がらないんで、待ちぐここはない、そうですね。でまたクロス置かれたら、このロイジャイですぐ壊してっていうことを繰り返せば、まあ負けることはないんですけど、その、まあ、負け筋としては、はいはい、この防衛クロスが、延命されてしまうっていうところですね、うん、延命されてしまうとちょっとね2周目の、クロス棒を処理するのがちょっと大変になるっていう。でもここで相手はそう使ったんでね、テスラを割いたんで逆再生ます。これは賢い、そうですね、ありがとうございます。ちょっと嫌がっていこうまで、もう負けた、早いな、早いな。でも言うてね、結構厄介だと思うんでね、こう相手打ったら、そうですね、バレルが通ります。なるほどね。でもアーチャーの延命がうまいな、アーチャーの延命、アーチャー多いな、アーチャーっていうような感じを繰り返していくと、まあよくあるのが引き分け、まあ負けはしないという、うん、そうですね。またこれ同じことしていきます。後ろからメガナイトとか、まあ、マスケとかで形作って、でテスラまた使ったんでね、はいはい、これ逆サイにねまたロイ出す感じですね。ずっとそれを繰り返すのは間違いない。でここアーチャーとスケが来るんで、こっち側にでアイゴレ裂いて、スケでもう1枚ぐらいでアイゴレ回るんだけど、多分回んないから、そうそうそう、お回すけど、ああ回しましたね。でこれもしかしたら左側にチャキられるかな。アーチャー多いな、アーチャー多いんだよなマジでもこれは本当繰り返しますね。今流れとしては僕は結構いい流れですね。確かに一回も相手に攻めがいけない、うん、そう、まあこれ、まあ、ロイ出しちゃおうかなっていう。おっぱいボギー守ってきた、おお、うまい球根。これはもうマスケで壊したらワンチャン結構いい流れだと思うんで、おっ、メガナイトが壊してウッド叩いたんでバレル打って、相手はもうそうですね、ちょっと苦しいと思いますね。
あーでもアーチャーがうざい。でもそのアーチャーボーイングうまいんだな、マジ。うまいな。アーチャー振ってきてるな、もっと。これを繰り返しますで、今アド取ってるんで、後ろからプリンからの、はい、まあ、このプリンすら巻いてうざいですね。なるほど。今のはメガナイト出したら、その瞬間に攻めクロス来るのがちょっと怖かったんで、一回起きましたね。これ一回逆で、今これ毎回逆行ってるんですけど、そろそろのタイミングで同サイドに行くのもありかなと思います。はいはい、なんで同サイドにあえて行くんでしょうか。やっぱずっと同じことしてると、相手にパターンがね、読まれちゃうっていうのが、ね、同じ防衛変えて。怖いですね。これ今若干、いい防衛をされて追いつかれてるのが怖いですね。確かに。まあ、でも相手も攻めたいんですけど、攻めてこのロイとかで受けられてカウンター受けるのがやっぱ怖いと思うんですよね、相手もなかなか。攻めクロスはなかなか勇気がいるよね。そう。オッケー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 。これで。プリンがずっとうざそうな感じ。そう、プリンがうざそう。あー、プリーンプリンちゃーん、俺のプリンちゃーん。愛が足りなかった。あー。まあ、プリン好きかって言われたらにわかだしな、そこまでですって感じ。なるほどね。あー、はい、って感じで、多分これはね、戦略をどうにか削りたいのは削りたいんですけど、足前プリン、そう、むずいですね。まあやっぱ同じことしてると削れないんで、ここで一回違うことしていって、結構入る。ああ、このアイスピーはまあうまいですね。相手ちょっとでも深いかいか、甘いけローリングとか打ったがちょっと、そうですね、相手は打ちたいけど打てないんだとか。あ、やばい、このマスケファイブで死んじゃうんでワンチャン飛んできますね。でロイは、あの、僕が最後の負け筋として、ここでロイで攻めて守られて、あのカウンター受けるっていうのが、そうなんですね。一回ここは出さずに、相手も多分もう引き分けを狙ってるっていう可能性はすごい高いですね。まあ、10秒がかかるクロス出しても間に合わない。そうなんだよね。というわけで、これは悔しいですね。まあ結構悔しいですけど、相手の防衛力がすごい高かったですね。防衛がうまかったですね。一回入るかもか、なんかアーチャーとかにめっちゃ守ってたり。はい、というわけで、まあね、これはチャチャッツにやっちゃいたいなと思います。まあ、そのテスラクロスは防衛クロスをしっかり、あの、壊しに行って、そのセミクロス来たらロイジャイで受けてか、まあなんかでトリトンで受けつつとか、シャシャンが出れば負けなくて、相手が逃げれば勝ち。そうですね。まあ一番辛いのは、なんかロイジャイの後ろにプリンセスいて、はい、バレル投げて、ウッドでバレルもプリンセスも両方処理されちゃうみたいな、そういうお得なことをされると良くないですね。はいはい、にわか枯渇アガー、うん、そう、今ウッドなくねみたいな感じで、プリンセスの前にギャングつけてバレルってして、ウッドだけでこれみたいな、エリックもね、はい、終わりますね。にわかこかつ機会はよくあるんで、はい、コタ選手ですね、それが。よろしく。このなんかゴンドコの足系人、カマギマグチで見ない、よくいる。これアラビア人かアラブかわかんないですけど、まあ、これなんで攻撃の、まあ、そのやっぱトリトンとスキャミとかあるんで、はい、陸にはすごい強いですね。おー、陸が来てくれるとすごい助かるんですけど、まあ、はい、ジャイスキャラは別と。雪がまこかないかがバルーンに逆に強いっていうか、そう、まあバルーンラバーとか、まあラバーとかも全然勝てないことはないんですけど、そう、逆にマスケも、おー、レアですね、これは。前にヤバくポンってくるんじゃない。いや、そうなんだよね、一回逆攻めてくるんだけど。いや、もう分かんねえよ、分かんねえよ、マジめっちゃ遅いよ、やがめやばい、これザップ耐えてやばい、マジわかんねえですね、これ。これでもラバボンバーの人結構いるんですよ。結構というか、この人ともう一人ぐらいラバボンバー使いの人がいて。ラバボンバー使い、マジマジ、多分インフェルノタワーがワンチャンある。いや、それ俺が知ってる人だったね、あのラバボンバー使いの人が。そう、インフェルラバボンバーの人がいたんですよ、一人。ラックが試合スケールのを見たまである。この人かどうかは知らないんですけども、逆サイ攻めて、まあ、コウモリ防衛に取っとくけど、なんか単体系が来たらコウモリで処理します。極みまさい系、相手は、ああ、うまい、なんかおしゃれな防衛で、多分ザップ、ザップ、ボンバーがそう。あ、でも相手は矢が雨が来たから、うぇい、反応が早い。あ、でもここはトリトンで、よいしょ、ういトリトンで抑えて、オッケー、これ勝てそうですね、なんか知んないけど、なんか なんか知んないけど勝てそう。相手矢が雨下げた、矢が雨下げたね。これにまあバレル飛ばして、まあ今スキャン、今竹取ってスキャンか、はい、そうですね、いい位置でしたね、相手のスキャン。これはもうちょっとしっかり考えてやられてたら、後ろのスキャンが時間にスキャン上げんのお前。後ろにね、バレル投げてマスケット入れるみたいなこともできました。そうそう、やば、ここでラバーってことはワンチャン捨ててくるな。捨
ですねっていう、ね、あ、そう、印象のタワー、やっぱりね、僕の記憶は正しかった。ボンバ遅い。ボンバでもこう逆行くんで、多分。コウモリ描くのはもったいなかった。コウモリもったいなかった。あー、よろしく。で、ここでスキャラミ来るんで、プリン出して、バレルも飛ばして、オッケーオッケー。多分右はこれおられるんですけど、こっちも1個折っちゃうよっていう。で、ここの真ん中にラップとか2周目くるとちょっと辛いですね。ボンバー。ボンバーね。強ボンバー。やば。やばいやばい。ボンバー残ってるよ。やばいやばい。え、マジ？なんで？事故事故事故。ボンバーが残り2、3匹くらいまで。やばい。殺す系。結構やばい。なんか勝てそうですねとか言ってたの。うわぁ、結構やばいな。スキャミで囲まれるのがちょっと怖いんですけど、竹取ってあげて、おー、いい、ジャンプ、メガネでジャンプ、オッケー、オッケー、はい、インフェがとりあえずうざいね。そう、インフェがね、ちょっとヤンキーだな、ヤンキーだな、これヤンキーだな、なんかガゴで速いんだけど、進みが、そう、新しい技を見てしまった、うん、負けちゃったよね。なるほどね、なるほどね、まあ、こういうなんだろうな、コヤコブ系はちょいガリちょいガグ、ヤババグ前クマグウコ米がいない、まあそうですね、ラバだけだとどっかだったら行けたっぽいんですけど、ちょっとね、あの途中からシャシャってましたね、もうこれ勝ったみたいに言っちゃってたんで、まあコウモリかとこ無駄にしちゃったもんね、うん、まあこれ相手の敵もまた面白いですね、多分コタがリーグで使うと思います、はい、というわけで、なるほどね、今日はね、ちょっと最後の方ね、ちょっと若干下りがあったかもしれないですけど、まあね、はい、そういう日もあっていいかなと思います。明日は多分リーグなんで、多分この動画上がって次の日に僕ら試合なんでね、はい、ぜひね、応援、よろしくお願いします。お願いします。はい。というわけで、概要欄にね、コタチャンネル貼っておくんで、コタは毎日動画上げてて、なんか迫撃とか、結構みんなが使わないようなデッキも使ってるんでね、ぜひ見てみてください。では、お疲れ様でした。